医療の進歩により、がんは不治の病ではなく長く付き合う病気になりつつあります。働く世代でもがんになる人は増え、治療と仕事の両立が大きな課題となっています。長野市にある長野産業保健総合支援センター、ここでは従業員ががんになっても治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために、アドバイスや患者支援などを行っています。がんに罹患したので、もう治療に専念したいのでというふうに考えて、相談することなく退職されてしまう、優秀な人材を失ってしまうということが起こってきておりますし、患者さんにおかれましては収入に影響が出ますし、がんと向き合うことだけが自分の役割になってしまうような、生きがいのようなものも失ってしまうというような状況がありまして、両方が求めていることだというふうに思います。両立支援は、まず患者本人が主治医に自分の仕事内容について情報を提供し、主治医から今後の治療予定や働く上で配慮する点など意見やアドバイスを求めます。企業はこの意見書をもとに、仕事と治療を両立できるようプランを作成します。この時、患者、企業、医療機関の3者を取り持ち、助言や調整を行ってくれるのが長野産業保健総合支援センターの両立支援促進員です。両立支援ということを事業所側でも整えて、そしてよくコミュニケーションを取りながら就労していくことができれば、かなり就労を継続する方が増えると思います。がんと言われた時には誰でもがショックを受けます。そしてすぐにでも会社を辞めて治療に専念したいという思いに駆られます。しかし、すぐに会社を辞める必要はありません。一人で解決しようとしないで、上司や会社に伝え相談することが大切です。